はい、笹田でございます。今日はテレアポ七不思議という言い方をしておりますが、メリットしかないのにアポが取れない理由ということでご相談をいただいたのでお答えしていきたいなと思っております。でですね、もうこれも単純なんですけれども、お答えをしていきたいなと思うんですが、ご相談をいただいております。テレアポ始めて2ヶ月の方からですね、ご相談をいただいたんですが、メリットしかないのにまあポイントが取れませんと、なぜなんでしょうかというご相談でございます。ちょっと細かいので、質問全部は概要欄に貼らせていただいておりますが、こちらについてです。まあ、簡単に言えば、メリットしかない商材で、まあ、結構ご相談いただくのがメリットしかない商材だったりとか、リスクがゼロなのにやってもらえませんとか、コストが1円もかからないのにやってもらえませんというご相談をいただくんですが、単純です。コストが高い、大きいということで、今回このご相談いただいた時にもですね、改めて感じることとか分かっていることに関していくと、コストの見積もりが、甘い、もしくは間違っている、もうそこに尽きるというお話を今日はさせてください。はい。で、中身なんですけども、コストイコールお金っていうのは、これ間違った考え方です。お金というのはコストの一部でしかないので、まあ、ノットイコールにしちゃってますけれども、コストの一部です。なので、コストがイコールお金のことしか考えていないと、アポは取れません。じゃあ何があるのかってことなんですが、コストっていうのはそもそも何か考えていくと、何かを行うときに必要なものです。なので、リソースなんですよ。なので、コストというのは何かしらのリソースを費やして自分の行動を引き出していく、何かを実現するっていうことなので、この費やすリソースっていうのはお金以外にもありますよね、と。いうことです。具体的に何があるか。まあ、一番は金銭的コスト。これがもう競技のコストですよね。で、他に行くと時間かかる。めんどくさいとかもそうです。時間をかけてやらなきゃいけないみたいな形に関してもこれコストなわけですよ。なんで、市役所とか役所の手続きとかっていうのは別にお金かからないじゃないですか。けど、めんどくさいとか時間がかかるみたいなことがかかるのが、まあ、時間コスト。で、めんどくさいっていう気持ちとかですね。まあ、そこに関して心理コストというかストレスですよ。要はそこに対してストレスがかかると嫌だっていう気持ち。あとは認知コスト。知るためだって理解するために費やすコスト。で、肉体コストっていうのはまあ、気力、体力ということですね。で、コストがかかるんですよ。例えば1円も払わなくていい。やれば絶対得って分かっていたとしても、お金の目線だけでしかコストを見積もっていないと、高いということが分からないんですよね。なんでそこにかかる時間ってどうなのとか、いや、それ理解するの大変だよね。テレアポかかってきました。うちの電話、提案やりませんかみたいな話をしたところで、その提案内容を理解したりとか、確認したりとか、嘘じゃないかを確認する動くみたいなことで、認知コストや肉体コスト、またいきなりかかってきたテレアポっていうことで、もうその電話自体がストレス。そもそも最近で言えば電話自体が嫌っていう方も多いので、電話に対してのコストも高いということですね。なので、アプローチにおいて、コストの算出を誤ってしまうと、アポは取れませんということです。なので、コストの意味をちゃんと理解しておかなきゃいけなくて、お金もそうです。時間がかかるです。それを知るため、理解するためのコスト。で、相手がどうかもそうですね。提案内容だけではなくて、今この話をしてきているこの会社、この人は本当に大丈夫なのかっていうのを確認したり、勉強したりするのにもお金ってコストがかかる。そして肉体コスト。体力使うよねとか、そういうことですね。で、心理コストとか、ストレスがかかること自体も避けたいということです。だからめんどくさい、まさにこれですよ。もうめんどくさいからやりたくない。確かに言ってることもわかるし、やった方がお得なのはわかるけど、それやるのめんどくさいからいらないっていうのは、これはコストですよ。なので、改めて自分がテレアポを行うにあたって、コストパフォーマンスってちゃんと考えなきゃいけない。要は、これだけのコストをかけた上で、それでもやった方がいいという提案になってるのかどうかということですね。なので、今アポが取れてませんという最大の理由はコストの見積もりです。コストの見積もりがお金じゃなくて、この5つを統合して自分が提案している内容に対してコスト以上のパフォーマンスが出せますということがちゃんと言えているのかどうかということを考えていかない限りは、おそらくアポイントなかなか取れないと思います。私もですね、実は学生時代、インターンでテレアポやったんですよ。2ヶ月間本当。2ヶ月やって、アポ2件、クビ。これはね、完全にコストを見誤ってましたね。いや、紹介なんで、もうリスクもないですし、コストもかからないじゃないですかって言ってたんですよ、ずっと。なんですけど、そもそもそこの商談をする。要は初めて新規の相手に対して説明をし直す、ゼロからする。で、提案をしてもらう。で、そこからまたコミュニケーションを取るみたいなことを、いろいろやっていくともうめんどくさいから。だったらもう既存のところにお願いしちゃうからいいですっていう発想がなかったので、それはもう純粋に最初に手持ちでかかるお金がかからないから、リスクないでしょ、コストがかからないでしょっていう考え方をしてたんですが、そもそもそれはコストの考え方を間違ってたなっていうのを、本当にまあ社会人になってからようやく気づけたと
ということでしたね。なので今テレアポなかなかアポが取れないということなんですが、コストの算出をしっかりやって、自分が提案している内容に対して金銭面以外でもどんなコストがかかるのか、そのかかったコストを下げるか、もしくはパフォーマンスそれ以上のものだということをちゃんと伝えていくか、上げていくしかないので、ぜひその目線を持っていただいてアプローチをしていただきたいなというのが今日お伝えしたい内容でございました。今日の動画参考になった勉強になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は以上です。